アレクサンダー・ミシェール・メルキは、スウェーデン・セーデル・テリエ出身のサッカー選手。カタール・スターズリーグのアルホール SC に所属。ポジションは、センターバック。レバノン系スウェーデン人であり、育成年代では、スウェーデン代表のアンダーカテゴリーに選出されていた、ものの、父方の祖父の母国である、レバノン A 代表を選択した。メルキは左右のセンターバックのポジションを、本職としながらも、 左右のサイドバックや守備的 MF など全ての守備的ポジションでプレーすることができるユーティリティープレイヤー。生まれと育ちはスウェーデンだがレバノン人の父方の祖父を持つことを理由に2018年にレバノン A 代表でのプレーを選択。2019年の AFC アジアカップにも出場。以前はサガントスやビッセル神戸でプレーし、 現在は FC 東京に所属するジョア・オマリと共に、守備ラインを形成することが多い。メルキの父と同様、シリアンスカ FC で6年間プレーした後、2017年に AFC エシルストゥーナと契約。2019年にカタールスターズリーグのアルホール、SC に移籍した。スウェーデン人の母とシリア人の父ロバート・ミシェル・メルキの間に、スウェーデンで生まれた。 出自の関係で、レバノンのパスポートも取得しており、レバノン代表としての公式戦出場資格を得ている。弟のフェリックス・ミシェル・メルキも、同じプロサッカー選手として活躍している。メルキは7歳の時に、地元のクラブであるスウェーデンのシリアンスカ FC の育成部門に入団、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。2011年に、プロ契約を結び、 トップチームに昇格。18歳7ヶ月6日で、スウェーデンのトップリーグであるアルスベンスカンでのデビューを果たした。プロ初年度となった2011年シーズンでは、リーグ戦10試合に出場。プロ2年目となった2012年シーズンから、先発としての地位を確立した。プロ5年目となった2015年からは、同チームのキャプテンに任命された。 シリアンスカ FC との契約が満了になった2017年に国内トップリーグアルスベスカンの AFC エシルストゥーナと2年契約を結んだアルスベンスカンスーペルエッタンスウェーデンカップで合計55試合に出場した2年目の2018年シーズンには弟のフェリックス・ミシェールメルキが同クラブに移籍してきたため 再び兄弟揃って同じチームに所属することになった。2019年1月、カタールスターズリーグのアルホール SC に完全一席。2020から21シーズンでは、カタールスターズカップで準優勝を果たした。東京ベルギーやジュビロ岩田でプレーした日本代表の小林裕希の同僚である。スウェーデン代表のアンダーカテゴリーに選出され同国、U19 や U21 の 代表チームでプレーしたものの2018年にレバノン A 代表を選択2018年11月15日にレバノン A 代表としての公式戦デビューを果たしフル出場したその1ヶ月後には弟のフェリックス・ミシェル・メルキと共に AFC アジアカップ2019に召集された2022フィファワールドカップ予選の韓国 A 代表戦でメルキは トッテナムホットスパー FC の FW ソン、フンミンを無力化したと高く評価され、レバノンのマンオブザマッチに選出された。複数のチームでキャプテンマークをつけたこともあり、コーチングを含めた統率力が高い。対人における守備や空中戦での強さを備え、的確なビルドアップや正確なロングフィードで攻撃にも参加する。 左右のセンターバックを本職としながらも左右、サイドバックとしてのプレイ経験も豊富で、チーム状況によっては守備的 MF のポジションでプレイしたこともある。すべての守備的ポジションでプレイできるポリバレントな選手である。ありがとうございます。